はい、こんにちは、ピカですけどね、最強の経営を作るということで、まずはね、エンジン、最強の経営のエンジン前回ね作りました。そちらの動画ね概要欄貼っとくんで、そちらの方もご覧ください。ということで、最強のエンジン作りました。でね、ちょっとね、すいません、ミスがありました。 DOHC になってなかった。 OHV になってたから、今ね DOHC に変えて、カムガをね2本 DOHC に変えて、いろいろチューニングすると、前回ね160馬力ぐらいしか出てなかったけど206馬力出るようになりました。でね、今日はこれで何をするかっていうと、最強の経営のエンジン最強の軽のシャーシー、当然軽トラじゃない、軽トラミッドシップだし、最強の軽トラをね設計して作って、このエンジンを乗っけて走らせていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。まずはちょっとこれ回してみよう。206馬力いくぜ、ポチどう聞いてもアイドリングがさ、バイクなんだよな、信号待ちのバイクだよな。最高じゃん、最高だろこれ。やっぱマジで低排気量の高回転型エンジン、まあ、なんかターボついててもなんか全然いいよな。もうバイクに積みたいぐらいだよなんか太ももやけどしそうだけどこれねじゃあね、次は最強の軽トラ作っていきたいと思います。まずはシャーシの材質からやっていこう。当然最強の軽トラはカーボンだよね。カーボンの小型トラック用モノコック、セミスペースフレーム、スペースフレーム、モノコック、いやモノコックだろ、カーボンモノコックだろ、これだろ。でカーボンやべ、これいくらなんだよ。縦置きのフロントエンジンですね、当然ね。サスペンション形状は、普通はなんだろう、コイルスプリング式みたいな感じなのかな、軽トラって。こういうなんとかアーム、なんだっけ、なんとかアーム。マクファーソンストラット、コイルスプリングリンク式、リーフスプリング。なんか、あ、板バネだね。軽トラってこんな感じなのかな、軽トラって板バネなの、板バネじゃないよね、さすがに。コイルスプリングみたいな、こんな感じでしょ多分軽トラ。普通の車っていうのはこうストラットっていうね、こういう形状なんですよね。1個のアームでこれがね上下するっていう、でバネがついてる1個のアームなんで、もうねナックルのね角度、タイヤのね角度がこう描いちゃうから、こう変わっちゃうんだよね、設置面積が減っちゃうっていうね。大体の車これですよね。ポルシェ911もフロントサスペンション、前回までストラットだったんですけど、今回初めてダブルウィッシュボーンがね採用されたっていうね。ダブルウィッシュボーンは2本のねアームが出てて、これね上下するから、こうね角度が変わらない、有効に設置するっていうねタイヤがね。当然ダブルウィッシュボーンのフロントサスペンションを持つ軽トラ、これ最強ですね。でリアもプッシュロッドの、プッシュロッドの軽トラ、リアプッシュロッドってあるのかな、いや面白いじゃん、これプッシュロッドでしょ。プッシュロッドだと結構アーム長あるよね、アーム長あった方が、アーム長ね、このアームの長さがあった方が、いろんな、なんていうのかな、設置面積が稼げるっていうか、アライメント変化が少ないから、アクロでも結構ね有効だから、できるだけねアーム長いのがいいとはされてる。いやあんまり長いとね、いろいろちょっとレイアウト的に厳しいんで、そんなに長くはできない。ダブルイッシュボーンよりもすごいプッシュロッド、これでやってみよう。ボディはちょっといろんなモッドがあって、はい、軽トラですね、この軽トラボディ。色はなんだろうな、色はやっぱ白っぽい色でいいんじゃねえ、軽トラっぽい感じでね、多少光ってない、なんかあんまり光沢ある軽トラいないからね、それは偏見か。ちょっと軽トラね、なんか変な形だけどこんな感じでできました。エンジンのね駆動方式どうしよっか、 FF、 あーちゃんとあれだね、ここにギアがついて、ドライブシャフトがこうフロントになるんだね、こういう風に。ターボなのにファンネルが、ターボのね吸気側の配管がちょっと無視されてんな、やばい、え、やばい、え、ターボがボディに食い込んでるけど大丈夫ですかこれ。まあ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 いいか。四駆はちゃんと、あ、そうか、リアのね、リアのこのデフがね、おお、すごいじゃん四駆、なんか四駆すげえちゃんとしてるじゃん。前後にねドラシャが入って、でギアボックスからこうね、分かれてフロントの駆動がいって、縦置き 4WD、 まあリア駆動かな、シンプルに縦置きのエンジンで FR っていうね感じ。マニュアル6速、まあ、300キロ出ないと思うな、300キロ、まあ300キロぐらいでいいか。デフを手動ロック式、自動デフロック式、電子式 LSD にしとこう。タイヤはセミスリック、
フロントの幅が225までできる。いや、軽トラで225。いや、ちょっとボディかぶせて。ボディとの干渉がやばいんだよな、これ。ボディとあんまり干渉しないようにして、155ぐらいにして、リア駆動だからリアはできるだけ太いタイヤを結構ギリで、215にして、オフセットでちょっと外に出そう。かぶってる感じ。タイヤが、いや、タイヤ、え、待って待って、直径ちょっとでかすぎるな、これ。もうちょっとこう、もうちょっとこう、あ、そう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 、そういう感じ、そういう感じ。まあまあまあ、まあかっこいい、まあかっこいい。ちょっとフロントも奥まっちゃってるけど、奥まった感じもまあいいじゃん。フロントも外に出すか、ちょっと。まあこのぐらい、このぐらい、まあこのぐらい。まあいいじゃん、まあいいじゃん。なんかかっこいいな、これ。この軽トラかっこよくない？だいぶかっこよくなってきたと思う。あとインチだね、インチ。10、あんまり、なんか、あんまりね、なんか、このぐらいの方がむしろかっこいい。あんまり扁平させない方がかっこいい。節度ある扁平。ちょっとリアもうちょっと出した方がいいな、やっぱりな。リア結構つらつらまでいって。はい、これでいい。もうちょっと車高上げたいな、俺な。マグネシウムホイールをおごっとこう。ブレーキはカーボンセラミックの6スポットにしとこうね。まあ大きさはこのぐらいでよくない？カーボンだね。リアもカーボンの4ピストン。で、ちょっと下げとくか。ブレーキバランスは、まあ、結構フロント寄りでいいと思うんだよね。あんまりこうリアの荷重がないから、フロント寄りかな。はい、ということで、最強の軽トラね、出来上がりました。こんな感じでいかがでしょうか。早速ちょっと乗ってみようと思います。はい、ということで、別のシミュレーターですね。これね、超リアル物理シミュレーターで、すごいんすよ、これ。これね、こうやって、こうやってね。物理シミュレーター、すごくない赤丸やると壊れちゃうけど、そういうね、物理演算がすごいシミュレーターでね、ちょっと走らせていきたいと思います。さあ行くぞ。ちょっと一回バック入れて。エンジンすげえ。Kの音なのに、なんか吹き上がり Kの音じゃん。吹き上がりの凄さ。なんかこの辺のゆっくりこう吹かすとさ、まあ、K の音っぽいなーっていう感じだけど、すげえわ。さあちょっと待って、すごい。ブレーキこれ効きすぎじゃない？ブレーキやべえ、カーボンブレーキにしたの失敗だったかな、これ。これは大丈夫か。はい、ちょっと視点を変えてね。演奏した。演奏するんだよね、これ。なんかあんまりにもエンジンをチューニングしすぎてて、なんかアイドリングしてると、すごいわこれ。ちょっと待って、おお、いきなりちょっとダートダートダート、ブレーキが効きすぎるね。おお、ブレーキがすげえ、ブレーキがもう、やばい、腫れ物を触る感じ。すぐロックしちゃう。うわ危ない、どこ行けばいいんだこれ。こっち道わかんねえ。ああ車来た右側通行、右側通行だわ。ああ前から車が、いいねこれ、最高だわ。おお、ブレーキだけなんとかさし、ブレーキだけなんとかしたい。
どんな、すいません、どんな道ですか、そこ道ですか大丈夫ですか、事故ってますけど。うわうわー、どいて、道なき道を進め。どんな道だねこれいいね、サスペンションすごい動く。さすがダブル一本。あ、当選簿、当選簿だ。ちょっと待って、U ターン。そっちか、道間違えたのこれ。あーいえ、おお、すげえ。あ、ブレーキがじゃあブレーキの作り方失敗した。下のトルクないんだな、もう全然7000回転とか全然ダメなんだ。あ、こっちもダメだ、こっちも道が違う。あ、変装した。なんなんだこの車、やばいな。すぐ演奏する。あ、なんかノッキングする、なんかわかんない、息つき。待って。ダメだこれ。はい、ちょっとね、いろいろあって何もないコースですね。だんだんなんか斜めになってくるんだけど、これ大丈夫？大丈夫？ああ、突き止めてれば大丈夫だ。なんだあれ？なんか変なコースあるぞ。すごいな、バンクって。200、230キロ限界だな。あー、でも高速度が出るのか。半クラで。やっぱりこの車ブレーキ効きすぎだな。ブレーキ効きすぎだな。いろいろあるぞ。これなんや、これなんや。お、そういうこと。え、どういうことこれ。これ登れってこと。おー、登れない、滑って落ちるわ。
え、これ無理だわ、これ無理、無理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 、この車じゃ無理だな。なんかちょっとゲームが変わってきたぞ、趣旨が変わってきた。あ、これやりたい。おー、いけ、おー、いけ、あーっとっと目が回る。なんか趣旨が変わってきたんでね、今日このくらいにしたいと思います。はい、ということでね、またねこういうのやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最強軽トラ最強だな、やっぱりな。じゃあね、バイバイ。